はい、本日の暗号通貨ニュースですけども、まあ価格はね、だいぶ収束していきましたね。で、落ちるだけ落ちたら、こっから落ち着いて、もうちょっとね、上昇に向かっていくんじゃないかなと思います。どちらにしても暗号通貨全体的には、まあ上昇していくしかないと思うんですよ。というのが、暗号通貨はまだ知らない人もいます。知らない人の中から買う人が出てくるんですよ。ね、そうでしょ。で、今までに暗号通貨にかかった人が、これから退場一本ってことは、まあ考えにくいですよね。それこそ国際的な規制でもない限り暗号通貨市場はどんどん広がっていくしかないと思います、まあ、ですんでね、一喜一憂することなくね、それこそ1週間とか2週間で勝った負けたではなくって、じゃあ1年とか3年とか5年という資産構築をするようなタイムスパンで見た時に、場合によっては10年とか30年ですよ。そういう時に、自分の暗号通貨がどうなっているかってことを論じるべきだと思うんですよね。カルダノだってプレセールで買った方は確かに 0.2 円ぐらいだったんですけども、上場するまでね、まだかまだかって待ってたんですよ。で、上場したところで1回値段が下がりましたよね。もう本当に2円とか3円になりましたよね。なんだって思ったと思うんですよ。でも今は220円250円になってきて、ああよかった、ステーキングも始まったしみたいな世界になりましたよね。だからね、全体的にはこういう考えなんですよね。ただし、カルダノがこうなったから他の暗号通貨あるところにもこうなるっていう風な論法は全然通用しません。これよくね、ネットワークをされている方とか使うんですけども、第2のカルダノ、第3のカルダノとかって言い方するんですけども、そんなものはないですからね。カルダノほど特殊な、通貨っていうのはもう二度と作られないと思いますし、作るとしたらチャールズ・ホスキンソンさんが奇跡の4回目のトライをする、暗号通貨のね、4つ目を作るみたいなことがなければないでしょうね。で、チャールズ・ホスキンソンさんはイーサリアムまで作ってますんで、イーサリアムがあれほどね、インパクトがありますから、まあそれ以上のエネルギーを含めたカルダノ枝がイーサリアムをね、駆逐しないわけがないと、超えないわけがないと思っています。さあ、それで現在のビットコインの価格ですけども、500万円をちょっと切ってますよね。まあ、これはね、そんなに無理もないことなんですよ。で、500万円を切ったからといって、一時700万円いったじゃないですか。だからね、700万円との比較をするべきじゃないんですよ。むしろ今は300万円前後で推移しててもおかしくない時期なのに、よく500万円前後に持っていったよねっていうことで、まだまだね、期待を持っていいと思いますよ。それからリップルは全体的な価格が落ちた中でも結構踏みとどまってますよね。ここら辺がリップルのファンの多いところだと思いますけども、残念ながらリップルが人気になってるのは日本国内だけなんですよね。まあ、ですんで、日本のユーザーさんがこういうふうにね、手軽に取引できるリップルってのは、価格が下がるときはね、下がりやすいですよね。で、リップルはね、本当に期待できる通貨なんですよ。ただ他のリップルと似たような特徴を持つ通貨が人気になってくると、リップルからユーザーさんがごそっと移り変わる可能性ありますね。だって似たような機能を持ってるのに優れたものが出てきちゃったらね、そっちにリップルのユーザーさん移るじゃないですか。リップルじゃないといけないっていう理由はないですからね。要するにリップルが儲かればいいわけですよ、自分個人的にね。で、そのためにはリップルが多くの人に使われるってことが分かればいいんですけども、リップルじゃなくてもリップルと同じ機能を持ってるのがありますよってなると、リップルのユーザーさんは一気にね、数万人単位で移るということになると思いますよ。はい、で、イーサリアムなんですけども、イーサリアムね、7月のガス代の割引と、あとはおそらくイーロン・マスクさんはイーサリアムを使うんじゃないですか。カルダノになってほしいんですけども、どうもイーサリアムのような気がします、これは。7月の価格変更を見て決めればいいと思いますけども、多分イーサリアムでしょうね。はい、で、カルダノの方になってますけども、現在は6位で232円ということで、これもリップルと同じく全体的な暗号通貨市場が落ちている中でも、まあ極めてね、順調にその価格を維持してるかなってことです。これね、こっからね、さらなるバージョンアップで500円とか1000円とか向かっていくと思うんですよ。で、ターゲットとしてるのは2000円から1万7000円ですから、まだこの価格、プレセール価格と言ってもいいぐらい、まだまだお買い得だと思います。ただ私はもうね、買いませんけどもね。あとは決済のタイミングを測ってるだけですね。で、ステーキング報酬によって私の体がどんどん増えてますんで、まあ現金日本円を使って買い足す必要はないかなっていうふうに思ってるのが正直な感想ですね。で、これから何かね、暗号通貨を新規で買わなくてはならないってことになったら、何を買うかってことなんですけども、これはまた次回お伝えしましょう。というか、ちょっと内緒にしておきましょうかね。まあ次回お伝えしましょう。はい、では失礼します。